クリエイティビティアニュアルアワードは広告、グラフィックデザインのインターナショナルコンペティションとして世界で最も長く続いている国際アワードの一つ。現在エントリーカテゴリーは印刷、出版、ニューメディア、TV、ラジオに加え、アニュアルレポート全般からセールスフィルム、マガジンフォトグラフィー、コンシューマーウェブサイト、さらにロゴ、トレードマーク、アンビエントメディアまで多岐にわたる。 毎年6月にエントリーを受け付け11月頭に審査発表。また、各カテゴリーからグランプリ1作品がプラチナアワードとして別に選出され11月末に発表される。アワードに輝いた全作品はその年を代表する最先端のクリエイティビティとして世界中にアナウンスされ、受賞作品はクリエイティビティアワーズアニュアルに収められる。審査は広告。 デザインのプロフェッショナル委員会が毎年組織され、キャンペーン予算、規模に関わりなく、エントリー作品のコンセプトと、クリエイティビティが純粋に評価され選出される。審査の結果は11月受賞者に知らされ、世界アナウンスは毎年2月にオンライン上で行われる。この国際アワードは全131のエントリーカテゴリーがあり、毎年数千点を超える作品が、 世界中から集まる。2006年の受賞者リストには、ブブド、DDB、マッカンリクセン、JWT、Y&R、G2、パブリーシス等、世界の有名、クリエイティブエージェンシーが名を連ねている。ありがとうございます。